して君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分よ悲しむから辛いのだと力からなくなるよ。辛くたたったはずの今日が二人ならだからものになる。そばにいたいよ、君のためにできることが から。
ゆるチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、のりでーす。じゅんでーす。今回は畑基博さんのですね、ひまわりの約束をカバーさせていただきました。名曲、マジ名曲。はい、これあれだよね、ドラえもんの映画な。そうだね、スタンドバイミー。スタンドバイミー。はい、俺中学生の時映画館まで見に行ったけど、高校かな、高校だ。でもマジでそんぐらい、10年以上、10年ぐらい前。まあ結構前だよね。うん、確かに。俺さ、ココスめっちゃ好きだったの。あ、そうだ。いや、今も好きなんだけど、うん、でさ、ココスといえばなんかドラえもんとコラボしたじゃん。はいはい。でさ、そのメインのなんかいつもさ、ドラえもん見てると包み焼きハンバーグ、うんうん、俺は包み焼きハンバーグがめっちゃ好きなの、はい。へー、食ったことないわ。マジ、うん、何食うのじゃん。ココスはマジでほぼ行ったことない。うわ、それドラえもんを見てると言えない。ココスを別だから、ドラえもんとドラえもんドラえもんとココスは別だから、ね、いやいや。でもなんか俺、あのそういうさ、レストランとか行くと、うん、その一番最初に食べたものが美味しかったら、うん、俺それ以降他のものに挑戦しないでずっとそれ頼んじゃうタイプ。わかる、わかる、うん、わかる。でさ、そう、もうなんか包み焼きハンバーグ以外は食べたことないんだけど。あ、そうなんだ。包み焼きハンバーグといえばなんか CM でドラえもんが出てるから、うん、ちょっとなんかお子ちゃまなイメージなのかなみたいな、あ、なんかね、あって、はいはい、すっごい食べたいんだけどちょっと恥ずかしいみたいな。なるほど。なんか、え、お前さ、まだドラえもんの影響を受けて包み焼きハンバーグ食ってんのみたいなのが店員さんにそんな目で見られるんじゃないかと思って怖かった。そうなの、怖い、うん、ちょっと今でもちょっとあるけど、うん、お前の精神面なんかおかしいよ。子供に見られたくないってプライドがあるんで。いやー、違う、子供だからね。子供だからそうなっちゃうんだけど。久々に言われたわ。まあ別にいいですけど、ゆるチャンネルが一番の末っ子でやらせてもらってるんで。やらせてもらってんだ。はい、はい、でもギターは弾けます。でもって何や。はい、ということでね、ちょっと今回、はい、まあこれもまた完コピイントロギターということで。おお、どうでした。あ、いいね。うん、これだよね。畑基博さんってすごくイントロがおしゃれで、それこそね、この曲知ってるかな。いや、聞いたことあるな。目に見えないから、うん、聞いたことある。愛、愛ですね。愛か。はい、でもギターを始めて、うん、やっとこういろいろ弾き語りできるようになったっていうぐらいで、うん、畑基博さんの、うん、なんかね、弾き語り大全みたいなブックがあるんだけど。あ、俺のデスクの上。もうでも今はちょっとむずすぎて、うん、弾けんくて、うん、ちょっとパソコンの置き台みたいな。してるね。そう、でもほんとその鱗とかさ、はい、鱗はやっぱ王道で簡単、簡単っていうか、はい、めっちゃオシャレだ。めっちゃいいじゃん。オシャレだし、なんかこう、うん、ギター弾いてるって感じのイントロを作ってくれるから、うんうん、畑基博さんのギターは大好きで、まあ、ということで今日はお披露目できたっていうのもちょっと嬉しかったです、はい、ということですね。そういうことで今回もですね、僕の弾き語り聞いていただきありがとうございます。19時からのですね、ゆりちゃんの動画もお楽しみに。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドを合わせなく、皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。